まあ、今日ここにですね、共同代表の河村隆市長がお越しになってます。河村隆市長といえば減税ですよ。名古屋ですでに100億もの年間ですか、毎年100億の市民税の減税をやってやり遂げた方です。日本でこんな事例ないんですよ。百田さんや私にですね、なぜ河村さんと組むんだということを言ってくる人がいる。あなたたちは全く新しい政治を作るんじゃなかったのかと言うんですけれども、いやいや、これは全く新しい政治ですよと。名古屋では新しくないかもしれないけれども、日本全国他でとこんなことやってるとこどこにもない。永田町の人たちは減税って口では言うけれども、ほとんどやってないじゃないですかと。その新しいことをやるために、私たちはこの経験豊かな河村隆さんにぜひ私たちと一緒にやってくださいとお願いしたんです。それから皆さん、もう一つ、私が河村市長と最初に知り合お知り合いになったのはですね、今から11年前です。河村市長は、まあ、いわゆる中国が言うところの南京事件、南京でですね、旧日本軍が何十万人も人を殺したというふうに言っている、こんなことはなかったんじゃないのと。それはいろいろね、戦争中ですから、捕虜の処分とかそういうことで多少不適切なことはあったかもしれないけれども、中国が言ってるような南京事件はなかったよねということを言った。これで毎日ものすごいメディアにバッシングされたんですよ。でもですね、私が知る限りその発言をガンとして撤回しなかった唯一の政治家です。日本のために、日本の名誉のために、ご自分の政治生命が危うくなるかもしれないところをかろうじて踏みこたえて頑張った唯一の政治家です。そういう方が私たちの試みに対して、面白いから一緒にやろうというふうに言ってくださった。もうすでにですね、決闘してまだ1ヶ月も経ったか経たないかぐらいなんですけれども、すでにこんなに強い味方が出てきてくださって、なんか私たちもですね、あ、もうなんか党を作ってだいぶ経ったな、そろそろ次は政権与党を狙おうかなみたいな気分にすでになっております。まあ、ですから皆さん、とにかくですね、日本人の可処分所得を増やすように頑張りましょう。特に若い世代がもっと気持ちも、そして経済的にも豊かになって、自分たちの家族を作ろう、次の世代をさらに作っていこう、日本をもっと豊かにしよう、自分は一生懸命働いて家族と、そして周りを幸せにしていこうというふうに考えられるような、そんな国にしていきましょう。そしてですね、今毎日のように中国の船が尖閣諸島の周りに来てます。思い出してみてください。13年前、2010年に、中国の漁船と称する船が尖閣の沖で日本の海上保安庁の巡視船に体当たりをしてきた事件がありました。あの時から13年が経ってですね、船は大きくなり、船の隻数が増え、そして今や毎日ですよ、毎日当たり前のように尖閣に中国の航船が来るようになってます。もう誰もこのことを危機だとすら思わなくなった。こんな状況でいいんでしょうか。そしてね、今も中東で紛争起きてます。日本人を救出に日本の自衛隊が行ってもですね、自衛隊機で多くの日本人を救い出してこれませんね。日本人が他の国の軍用機に乗って帰ってくるという状況になっている。これは去年ウクライナでも同じ状況でした。おととしアフガニスタンで政変が起きた時も同じです。今の日本国の仕組みでは、外国で一生懸命頑張っている日本人、私たちの同胞が危険にさらされた時に日本の自衛隊が救いに行くことができないという状況です。こんな国は他にありません。あの中国だって自分の国の国民を救いに行くんですよ。そして救ってくるんですよ。今の自衛隊法では、自衛隊は日本人を単純に輸送することしかできないんです。救出するオペレーションができないんです。これは法律を改正しなければいけません。当たり前のことです。
これがですね、課題になっていることは、一昨年アフガニスタンで政変が起きた時にもはっきりしていたんですよ。丸2年経ちました。何も変わってません。まさに政治の怠慢なんです。国会は何をしてるんだと、こういう当たり前のことをやらないでですね、 LGBT 理解増進法という全く必要のない法律をさっさと作ってしまう。やらなくていいことをやる、やるべきことをやらない、こんな政治ではやっぱりダメですよ。まあですから皆さん、これはですね、突然百田さんがもう自民党許さんということで勢いに任せて始まったことではありますけれども、今日これだけ多くの方が新橋に集まってくださったということに、さらに私たちは力を得てですね、もうとにかく一日も早くああいう政治を終わらせるために頑張ります。ぜひお力を私たちにしてください。